皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。報徳学院に来ている中学生の定期試験が終わりました。今回はその定期試験の問題の中からつまずきやすい問題を取り上げて紹介したいと思います。中学2年生の数学の定期試験の中から一次関数と三角形の面積、この問題を取り上げてみます。この問題、定期試験と全く同じではなくてちょっと変えてあるんですね。ではどんな問題だったか。角 C イコール90度の直角三角形があります。点 P は B を出発し、辺上を C を通って A まで移動すると。これ確認しておくと、ここに直角三角形があって C が90度と、で P という点は B を出てから C を通って A まで移動すると、これはここまでですね。それから点 P が B から X センチ動いた時の三角形 ABP の面積を Y 平方センチメートルとするとき、括弧1括弧2、これは条件が書いてあるんですけど、この時の X の変域を示し Y を X の式で表せと、このような問題です。で、この P という点はまず最初 B のところにあって、辺上を C を通って A まで移動すると。そしてそこにできる ABP、 この面積を Y 平方センチメートル、この面積ですね、こちらはこの面積ですね、これを Y 平方センチメートルとするとき、この2つの条件の中で X の変域、 X がどこからどこまで変化するかってね、それを示して Y を X の式で表せ、つまり三角形の面積を X を使って表しなさいと、こういう問題です。皆さんも三角形の面積を求める公式、小学校の時に勉強して覚えていますよね。底辺×高さ割る2、底辺×高さ割る2、実はね、これが分かっていればこの問題解けちゃうんですよ。だけどこんな風な形で出てくるとなんか難しそうに感じちゃうんですよね。ポイントはどこを底辺にしてどこを高さにするか、それに気づくかどうかなんです。ではやっていってみましょう。括弧1、 P が BC 上にある時、P が BC、 この途中にある時ですね。まず X の辺域について考えましょう。まず点 P は B を出発してたから B にある時、ね、まだ移動してない時は0ですから0以上になりますよね。そして C に来た時は4センチ移動してますから0から0以上4以下というのが X の辺域ということになります。ではここで底辺×高さ割る2の底辺をどこにして高さをどうしたらいいか、どこにしたらいいか考えてみましょう。で、底辺にするのは大体この辺に使っている部分、この三角形の辺の部分、こことここを使うと便利です、ね、ですから BP を底辺にして、じゃあ高さはというと AC、 これを高さにします。で X というのは B から P が移動した距離ですから BP の長さがそのまま X になります。ですから底辺は BP の長さ、これ BP がそのままX ですよね。ですから Y は面積ですね、底辺×高さ3割る2は×2分の1にします。これを計算すると2分の 3X となるので、答えは Y イコール2分の 3X、 これが括弧1の時の答えになります。括弧2です。 P が AC 上にあるときと、 P がこの AC の途中にあるとき、この場合はどうでしょう、ね、AC 上にあるときですから B から C まで来て、今度は C から A に行くまでが X の平均になりますよね。 C にあるとき、これはもう4センチ移動してますから4ですよね。ですから4以上ですね。そしてあと3センチ移動するわけですから、ね、
4567と A につくと7センチ移動したことになるので X は7以下、4以上7以下が X の平均になります。さて今度は面積を考えます。この時面積、底辺どこにして高さをどこにしたか、入りかどこにしたらいいかと、ね、悩んじゃう人多いんですけれど、先ほども言ったようにこの三角形の辺で作っている部分、ここを底辺にすると楽です。ここでは AP、 ここを底辺にします。そして高さは BC の長さ4センチですね、これを高さにすると考えてください。じゃあ AP を X を使ってどう表したらいいかですよね。じゃあ P の動きについてちょっともう一度思い出してみましょう。 P はB を出発して C を通って A まで行きますよね。全部で4センチの3センチですから7センチ移動するわけですけれど、 P がこの AC の途中にあるとき、これはどうやって表したらいいか。実は BC プラス CP の長さを全部で7センチ動くところから引いてやればいい。 BC プラス CP、 この長さが B から移動した距離になるので X になりますよね。ですから AP の長さはここの部分ですね、 AP の長さはこれは 7-X、 全部で7センチ動くんだけどまだ X センチしか来てない、残りだよということで 7-X、このように表すことができますよね。これに気づけばもうこちらの問題も簡単です。 Y は面積は底辺 7-X ですよね、 7-X かける高さ4センチにします。4割る2はかける2分の1ですね、これ約分しちゃいますね。そうすると 7-X かけるかける2イコール 14-2x になりますけれど、これ1次関数の式の形 y イコール ax プラス b の形に変えて y イコールマイナス 2x プラス14、このようにしておきましょう。もちろんね y イコール 14-2x でも正解になると思いますけれど、一応ここでは1次関数の問題だったので1次関数の形でy イコールマイナス 2x プラス14とこの形にしておきます。この問題を解くときのポイント、これは三角形の面積ですからこの図形の中でどこを底辺にしてどこを高さにするかに気づくこと、そしてこのカッコ2のようにじゃあここを底辺にしたときここをどうやって x を使って長さを表すかと、ね、これを考えることがこの問題を解くときの鍵になります。今回は中学2年生の定期試験の問題からこの一次関数と三角形の面積について取り上げてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。